こんにちは、中央区です。今週のラインナップです。区内のイベントや出来事をお伝えするトピックスでは、浜離宮恩賜庭園正月開園と新春子どもたこ揚げ大会の様子を、区政情報をお届けする中央ブックマークでは、令和2年度宇佐美学園入園児童募集について、特集はみんなで楽しもう、生き生き浜町で行われている初心者社交ダンス講習会をご紹介します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの渡名喜織江です。まずは今週のトピックスです。1月2日木曜日と3日金曜日に、浜離宮恩賜庭園で新春を彩るさまざまな催しが行われました。かつて将軍家の鷹狩り場であった浜離宮恩賜庭園では、毎年伝統ある鷹狩りの技、法要術が行われています。諏訪流法要術保存会の皆さんにより、鷹状の腕から別の鷹状の腕へ行き来させる振り替え、こちらも見事に決まりました。木の枝に留めた鷹を呼び戻す渡りといった技が披露されました。また観客の皆さんも法要術に挑戦。体験した皆さんは貴重な鷹狩りの技を楽しんでいました。こちら見事に戻りました。徳川家の将軍になれた気がします。ありがとうございます。その他、親子連れでにぎわっていたのが、園内に設けられたお楽しみ広場。お正月遊びの羽根つきや駒回し、昔遊びの竹馬や輪投げなどが体験でき、元気いっぱいに楽しむ子どもたちの姿が多く見られました。浜離宮恩賜庭園を訪れた皆さんは、令和最初のお正月を大いに満喫していました。1月4日土曜日、浜町運動場で新春子どもたこ揚げ大会が開催されました。日本のお正月遊びの一つ、たこ揚げを多くの子どもたちに楽しんでもらおうと、日本のタコの会と青少年対策日本橋六の部地区委員会の皆さんが毎年行っているこの催し、この日は先着200人の子どもたちに真っ白のタコがプレゼントされ、受け取った皆さんは今年の絵とネズミにちなんだイラストなどを思い思いに描き、オリジナルのタコを作り上げました。その後はタコの揚げ方を教えてもらい、早速タコ揚げに挑戦。子どもたちは自分のタコをお正月の空に泳がせようと、運動場内を元気いっぱいに走り回っていました。タコ揚げ楽しいです。なかなかこういう昔ながらの日本の遊びに触れさせてあげることが少ないので、今日はとてもいい機会で楽しませていただきました。また日本のタコの会の皆さんが自転車の形をしたタコをあげる一幕もあり、子どもたちはめったに見られない大きなタコが空を泳ぐ様子に興味津々な様子でした。会場はタコ揚げを楽しむたくさんの親子でにぎわいを見せていました。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。続いては区政情報をお届けする中央ブックマークです。
今回は令和2年度宇佐美学園入園児童募集についてです。静岡県伊東市にある中央区立宇佐美学園は、喘息、肥満、虚弱などの健康に課題のある児童が、伊豆半島の恵まれた自然環境での生活を通して、健康の回復、増進に努めながら学校教育を受けることができる全寮制の小学校です。区では令和2年度の入園児童を募集します。入園の対象は、区立小学校に在籍する3年生から6年生までの児童です。入園期間は原則1年間で、必要に応じて2年以上の継続入園や学期単位での入園もできます。入園した児童は、区内の小学校と同じ学習内容の授業を受けながら、健康な体を作るための活動や規則正しい生活などを行うことで、体力向上や体質改善に取り組みます。また寮での共同生活を通じて、自立心や忍耐力を培い、助け合って生きていくことを学びます。入園児童の募集にあたり、1月24日金曜日午後4時から保護者説明会を開催します。会場は坂本町公園内の城東小学校仮校舎2階多目的室です。宇佐美学園について詳しくはご覧の連絡先にお問い合わせください。ご紹介した内容については、区のお知らせ中央1月11日号の8面に掲載していますので、ご確認ください。続いては特集です。区内でスポーツや体操などをしている皆さんを紹介するみんなで楽しもう。今回は生き生き浜町の初心者社交ダンス講習会をご紹介します。生き生き浜町浜町敬老館の初心者社交ダンス講習会は、日本橋室町でダンススクールを開いているプロ社交ダンスインストラクターの深川さんの指導のもと、毎月第3月曜日の午後1時30分から行われています。いつまでも元気で、高齢化が進んでいるので、もういつまでも元気で年を取って楽しんでいただきたいっていうことをメインに、もっと社交ダンスを皆さんに踊っていただきたいと思ってこの活動をしております。この日はまず社交ダンスの基本となる動きということで、ゆったりとしたリズムでジグザグに移動するように踊るブルースから練習開始。深川さんのお手本を見た後、皆さんは早速男性と女性で向かい合って踊りに挑戦します。男女が一緒に踊る社交ダンスは参加者に良い効果を与えると深川さんは話します。異性と踊りますので、身だしなみを気をつけようとか、お家にいるときは口紅を塗らないんだけど、今日はダンスで男性と踊るから口紅を塗ってちょっと香水を振っていこうとか、そういう気持ちの若々しさがまた蘇るんじゃないかっていうことで、若返りが促進されるんじゃないかっては言われてます。皆さんは時折笑みを浮かべながら楽しく、そして真剣に踊りに励みます。
若々しく綺麗なダンスにするために重要なのが姿勢。教室の合間には深川さんが参加者に踊りのポイントを説明する一幕も。ちょっとね、斜め45度上を見てるぐらい。で、余裕のある人は肘も綺麗に。で、こういう肘じゃなくて、ちょっと綺麗に張っもうこう体ね、アイロンかけたシャツみたいに、パリッと張ってくださってると、やっぱりあら、とてもこう、ダンスしてるって感じがしますので、足型はね、もう分かってきた方は、ちょっとご自身の姿勢も心がけてやってみてください。皆さんは、良い姿勢を意識しながら繰り返しダンスを練習します。この日はブルースの他にジルバというリズミカルで軽快なダンスにも挑戦。深川さんはあえて速いリズムで踊ることを意識して指導しているのだそうです。自転車乗るときに手を離してるんだけど持ってるよって言って乗るのあるじゃないですか。あんな感じでゆっくりならできるんだけど気がつくと早い音楽でもできてた。で、それで自分に自信を持っていただくっていうのはいいんじゃないかなって思ってやっています。1日1個自信をつけて帰っていただくっていうのは心がけています。少し負荷のかかるダンスを含めおよそ1時間踊った参加者の皆さんに教室の感想を伺いました。とっても楽しかったです。先生が本当に丁寧に教えてくださったのでまた来たいと思います。決まった時間に、ここに出かけてくるということだとか体をちゃんと動かすだとかそれからまあ男性同士男性と女性とかそういう話コミュニケーションができるとかねいいことはいっぱいありますね。膝はあまり良くないので、でそれですごく足が動いてるんですね。しかも音楽にのリズムに乗って、それ全体的足がゆっくり歩いているので、心もなんか刷新するような感じがありまして、だから体だけじゃなくて心からなんか笑顔が出るような感じですが、いきいき浜町の初心者社交ダンス講習会の開催日程はご覧の通りです。社交ダンスの基本を習ってみたい方、参加してみてはいかがでしょうか。月に1回のレッスンですが、皆さん一生懸命社交ダンスにチャレンジしていましたね。これからも頑張ってほしいと思います。続いて中央区からのお知らせです。郷土天文館タイムドーム明石では展示内容をより深く理解していただくために郷土天文館サポーターによる常設展示の解説を毎月2回行っています。日時は毎月第3土曜日と第4日曜日午後1時30分から4時までです。短い時間で展示をすべて見たい、見どころを教えてほしいなど、ご希望、ご質問にもお答えします。詳しくはお問い合わせください。さて、お伝えしてまいりました。こんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は1月19日日曜日です。最後はイベント情報をご覧いただきながらのお別れです。それでは